餌はオキアミとボケ。それでは簡単に今日の仕掛けの説明をしていこうと思います。浮きはこういう浮きを使いました。安物の浮きです。こういうやつだから、なんかこういうゴム管が売ってて、これを刺したら缶付き浮きに簡単に変身できるっていう優れもの。それにスイベル、誘導スイベルつけて、今日は浮きにしました。カラマンボをつけてサルカン、その上にガン玉をつけました。このガン玉の量ですが、浮き止め糸まで浮きがいったらじわじわ沈んでいく沈め釣り。針の上10センチぐらい上にこの塩受けマッチ棒をつけました。これに団子を握って奇襲釣りをしてました。浮きを沈める釣りをした理由なんですけど、二枚塩対策としてこう上足を突破させて底塩に仕掛けを安定させるために半誘導沈め釣り、沈めて穂先で当たりを取る、そういう奇襲釣りを今日はやりました。オキアミはチューチュー吸われて殻だけになってます。カワハギの仕業なんでしょうね。これ刺し絵は、加工オキアミです。よっしゃ、もしもしもう雨、これすごいっすわ。3頭か4頭ぐらいで釣れましたよ。はい、いや、かなり浮いてます。かなり浮いてますね。3キロ4キロかな。カワハギがいてびっくりした。2投目でカワハギ釣れて、なんじゃこれと思って、で4投目でチヌ釣れました。いや、浮きつけてますよ。奇襲釣りになるようにちゃんとつけてるだけですけど重りつけて、重りつけて沈む感じになってます。8171ぐらいかな、あの沈下スピード見てたら。あ、コーンも持ってきたんで、コーンもありかなと思います。カワハギいたら、うん、あと1時間ぐらいやって帰ろうかなあと1枚わかりました。まあ、すぐ釣れますよ。すぐ釣れますよ。はい、はい、わかりました。はい、はい、ラス。よっしゃ、来た。なんだ。なんだ。はーい。何、アイゴや。うわ。アイゴ。
ボラやんけ。大きい網食うなボケ。くっそ。最悪。